こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いします。はい。今回は、部分積分法というね、えー、新しいものいきます。これちょっと最初の方はね、こんなの絶対無理かもしれないって思うとこなんだけど、体で覚えるものです。慣れるものなんです。ちょっと頑張ってついてきてください。はい。突然ですけどですね、ラージ FX の微分したものが Small FX だとして、こういう形を積の微分法を使ってみたとします。そうすると、 スモール FXGX x プラスラ、LargeFXG'X x となります。で、今回のね、主人公は、こいつ。こいつイコールって形にしてみます。そうすると、l a r g e f る s m a l l g の微分、マイナス、l a r g e f ー s m a l l g ってなってるよね、はい。これでね、両辺の不定積分考えてあげると、微分したものの不定積分考えたら元に戻るから、 この形で,で、こちらの方は、こいつの不定積分を考えれば、こんな形ですな。はい。まさかの、これが、公式です。ほら、ビビったでしょいや、困るよね。何言ってんだ、こいつぐらい思っちゃうよね。はい。じゃあ、ちょっとしっかり、覚えていこう。これね、 積の微分の逆みたいな印象でいてくれればいいんだけども、掛け算の形をしている、その時に、片っぽの不定積分を考えて、こちらはまず、積分します。gx はそのまま。そのまま。で、マイナスインテグラル。 積分したものはそのまま積分してあげて、はい。ここまで放っておいた GX を微分したものをここに書きます。こういう方法、部分積分、または部分積分法と言います。正直何にもわからないという人多いでしょう。うん、何もわからないでしょうね。それを今から解きほぐしてからみんな頑張ってくれ。 あのね、これを微分してあげたときに、もしすごく簡単な形になるとしよう。GX を微分してめちゃめちゃ簡単な形になるんだとしたら、掛け算の形のものが、こいつがめちゃめちゃ簡単な形になるために、一つの積分で表すことができるようになるわけよ。 これを利用して考えていくのが部分積分法というものなんですよ。ちょっと何言ってるのかさっぱりわからないと思うんで、ちょっと簡単にまずログ X で例をやってみたいと思います。はい。ログ X は 1× ログ X だよね。はい。そしたらね、こいつを GX。こいつを GX、微分側に回して、こちらを積分する方、FX 側に回すとします。 するとね1を積分するから x× ログ x マイ,ナスインテグラル x×x 分の1はいこれが部分積分法というものさあご覧になった通りですねログ x って形のものを微分すると x 分の1になるんだという性質を用いることにより、ここの形が簡単な形になりましたよね。これ以上ない簡単な形、1、英語で言うと、ワン、言うと、ン。1だったら積分できるじゃないですか。ということで x ログ x、x log x-x っていう結果になるわけですよ。ね。ログという形の特殊性。 微分すると、x 分の1となって、x の掛け算でうまく消えやすい。その性質を使うと、ログなんかはこの部分積分に向いてるよなーってところですよね。はい。じゃあ、まず、こいつに関しては、暗記すべきです。いちいちこの部分積分法を使ってログをやってると、ちょっと遅すぎちゃいますから、これはもうしっかり頭に入れてください。x log x-x、x log x-x、x log x-x でね。 何回か言ってるうちに頭の中入るはずですから、しっかりこれは覚えて暗記しちゃうといいと思います。さあ、ということで、じゃこの部分積分法ですけども、習うより慣れろでどんどんやっていきます。どんどんやっていきますけども、印象としては GX は弱い関数。微分するとどん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 簡単な形になっていく関数を選ぶもんだと思ってください。 で、ログは微分すると x 分の1になるというか話なので、まあ、これもね、弱いもんだっていうふうに認識するといいと思いますけどね。じゃあ、1番、2番、3番、4番とね、どんどん進めていきたいと思います。はい。では、いきます。ログがいるときは、もう基本ログが微分する側だと思ってください、ね。ログがいたら基本ログを微分側に回すもんだと思ってください。はい。 じゃあ先ほどの部分積分やっていきましょう。積分して、そのまんま、マイナスインテグラル、積分して、微分して、はい、と、この形。さあ、そうすると、また、x 分の1が、ここ3乗になってくれて、 別の種類の関数の積が簡単な形変わったね。これで部分積分成功だよ。これで答え出るようなってわかるよね。そしたら、4分の x3 乗の積分なので、16分の x の4乗かな。あとは、すべてのインテグラルが取れたタイミングで積分定数加えるってしてあげようかな。はい、ということで答えはこんな感じでした。 さあ、次、2番いきます。さあ、この x かける指数関数というものなんですけども、指数関数ってさ、微分しても簡単にならないじゃないでも、x の多項式ってのは微分するとどん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 簡単になっていくんだよね。はい。なので、基本 x の何とか乗ってのがあったら、それを微分側に回すつもりでいてください。例外は、上のログ。 ログがいた場合は X は積分側に回ること。でも、基本的に X がいた場合はそれは微分側に回る。そういうふうに思っててください。はい。じゃあ E の 3X 上の積分で3分の1出てくることに気をつけながらやっていこう。はい。積分して、そのまんま。マイナスインテグラル。積分して、微分して。 じゃあ微分してなくなると。二種類の関数の積だったものが。一種類だけになった。え、ね。これで積分できるようになったもんね。とこんな感じになりますかね。はい、えー、このままでももちろん構わないし、九分のなんてので括ってもいいかもね。はい、ということで二番こんな感じでした。じゃあ次三番いきますよ。 はい、次こちら。x かける s i n 2x。さあ、s i n ってのもさ、指数ほどではないけど、微分すると、c o s になって、s i n になってって繰り返すだけだから、形は変わるけども、微分しても劇的に簡単な形にはならないよね。でも、x って方は、微分するとなくなるわけだから、やはり今回も、微分するのは x。 積分側に回すのは sin2x って感じかな。よし。じゃあ、sin2x の積分も2の逆数つけなきゃいけないことを忘れずにやっていこうね。はい。積分してそのまんま。マイナスインテグラル、x の微分は1だから。はい。こんな感じですかね。g'×f と。 これもしね、微分側に回すのを逆にしてたら、ここのところがね、x2 乗とかになっちゃって、簡単にならなくなっちゃうのよ。こいつ無くなってほしいなぁと思ってたのに、増えちゃうことになる。指数がね。だからそしたら逆の方を選んでいけばいいからね。もうどん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 練習して定着させてください。はい。じゃあここはもう一回積分することになるので、マイナス2分の x、cos2x。 で、これプラス2分のなんだけど、ここからまた2分のが生まれるから、プラス4分の1、サインク x プラス積分定数ということでした。さあ、基本的にね、部分積分っていうのはね、この3種類です。x の式かける三角、x の式かける指数、あとは x の式かける対数関数。 これ以外の形は、まあ、あと一つだけ例外として、基本の問題としてはあるんですけど、またそれは後ほど扱いますんで、ひとまず今は、そういう風に3つなんだな、って印象に残してほしいですね。で、基本 X を微分側に回すけど、ログが相手の時はログを微分側に回すということねじゃ、最後、4番行ってみましょう。でれん。X2 乗 ×E の X 乗の、えー、積分ですね。X2 乗ってさ、 2回微分すると定数になるよね。はい。さっきは x1 乗だったからそのままいけたんだけども、2乗になった場合は、これやっぱ2回やらないといけない2回部分積分のやつなんですね。はい。ということで2回部分積分頑張っていきましょう。で、ちょっとね、さっきね、g の微分は g'f の積分、largef って書いてきましたけど、これ2回部分積分していくんですよね。で、 ちょっとね、いろんな大人の事情があって、これを積分したものもまた置きたくなるので、ちょっとこんな風に積、積分したらラージ F1、積分したらラージ F2。で、G を微分した時にはこれを G1、えー、G2 という風に書きますね。書きましょうねつっっゃて。書きましょう。じゃあちょっとやっていきましょう。はい。じゃあ、X は指数がいたら、それはこっちを微分側に回すんだったから、こうですな。よし。じゃあやっていきます。 はい。じゃあ、こっち積分が回しまして。はい。こんな感じですね。したらね、この形、もう一回部分積分するんだけど、ちょっとね、2を前に出したりしないで、この形のまま部分積分していこうと思います。一応、カッコだけつけておくことにするね。はい。カッコだけつけておくことにすると、 こっちの積分、f にかける、そのまんま、マイナスインテグラル、積分して、で、2x の微分をかけ算するから、かける2 dx なんだよね。これ g2。はい。そしたら、 ま、これは、マイナス、マイナスでこういう形のもので出てきてるんで、これは積分することになるかな。はい。じゃあ、こいつ積分するとそのまま。はい。なので、結果的に答えは、e の x 上でくくれば、こういう形で書けました。 はい。まあ、その答えもね、出せることも重要なんだけど、もう部分積分の公式覚えたーって人向けにちょっとね、ちょっとこういうのもあるよって話をしておきます。さあ、今並んでるこいつらね、よくよく見てみると、F1 マイナス F2 プラス F3 なんだよね。で、この後ろの関数見てみると、 g, e, m i n u g1, プラス g2 なわけよ。伝わりますかねまず最初にこの関数与えられたときに、積分する方を先に一個バンと積分するわけ。あとは、マイナスプラス、マイナスプラスって繰り返しながら、積分する側を積分にして、 微分する側を微分って書くわけよ。次はまたそれを積分して、それを微分して、で、数字がなくなったら終わり。数字微分したら0になっちゃうじゃん。0になったらそこで終わり。こういうやり方知ってるとね、実はこれから一行でズバーンと持っていくことができるよね。はい。これはね、x かける指数関数と 三角関数の二つの形で使えます。ね、ちょっとおって思った人はね、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。ちょっともう一問だけね、三角関数でちょっとやってみることにするね。じゃあ、例えば、x3 乗 cosx だとしましょう。はい。この場合は、微分側に回すのが x3 乗で、積分側に回すのがこっちね。はい。そしたら、積分側を積分してそのままって書くことがスタート。 積分側を積分するって書くのがスタートね。はい、そしたらこの場合は、x3 乗をかける、sin x。ちょっとかけ算の順番このままやるから頑張って。え積分して、そのまままって書きました。はい。あとは、プラマイ、プラマイってしながら、積分して、微分してを繰り返します。はい、次は、マイナスって書いて、微分側は微分して、 積分側は積分して、はい、F2、G1 ね。次はマイナスをプラスに変えて、微分側を微分して、積分側を積分して、はい。じゃあまた同じように微分側をマイナスに変えてね。プラマイ、プラマイだからマイナスに変えて、微分側を微分して、 積積分側を積分するそしたらこれ微分したら次もなくなっちゃうからじゃあここで打ち止めねはい慣れてくるとこうやって3回とか部分積分必要なものが1行でスッといけるから使えそうだなと思う人はちょっと練習してみてねはいあとはサインがあるところまとめておけばこんな感じかな ね。まあ、あとテストの時だったら3とかでくくった方がいいかもしれないね。X でくくった方がいいかもしれないね。まあ、あ計算途中でもね、まあ、あよしということにしておきましょう。はい。ということで、習うより、慣れろというのがこの部分積分ですんでね。えー、もうみんな、計算をね、ブンブン回してくださいね。ブンブン。ブンブン積ええー、今回の動画、完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらね、ちゃんともう1回見る、もう2回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね。 我々は他のの単元の動画も撮ってます、えー、ホームページの方を見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですから是非ホームページも活用してね。じゃね